マイリー・サイラス、マイリー・サイラス、マイリー・サイラス、1992年11月23日イ、は、アメリカ合衆国出身の歌手、女優。父は、カントリー歌手のビリー・レイ・サイラス。出生名は、デスティニー・ホープ・サイラス。2008年には、タイムシののうちの一人、ベイ・ピープルシノのうちの一人に選ばれ、ホーブズシのでは2500万ドルを稼ぎ35位だった。 2009年には29位に上がった。10代の頃頃主演したハンナ・モンタナは社会現象になるほどの人気を誇った。地毛は栗色だが2012年中頃プラチナブロンドに染め髪型もスーパーロングからサイドを刈り上げたショートヘアに変え話題となった。しかし2016年頃からまた伸ばし始め現在は金髪のロングヘアになっている。 1992年11月23日、アメリカ合衆国テネシー州フランクリンで、カントリー歌手の父、ビリー・レイと、母レティシアの下に次女として生まれ、ナッシュビルの農場で育つ。両親とも再婚であり、出生時はまだ結婚していなかった。兄弟は5人で、兄トレイス、姉ブランディ、弟ブレーズン・チャンス、妹、ノア・サイラスがいる。なお、トレイス、 ブランディは、レティシアの連れ子であり、血は半分しか繋がっていない。トレイスとノアは、マイリー同様歌手であり、一緒に活動することもある。弟のブレーズンが2012年にモデルデビューをしたことにより、兄弟全員、ショービズ入りしたことになった。また、フェアリーゴンとマザーは、カントリー歌手のドリー・パートンである。9歳の時に、初のモデルデビューをする。 2001年から2004年に放送していたテレビドラマ DOC にビリー・レイが出演していた際、スタジオに連れて行かれ演技に興味を持つようになる。2003年 DOC にゲストとして出演。同年ティム・バートン監督のビッグ・フィッシュにも早くながら出演した。そして2006年に放送開始されたディズニーチャンネルのテレビドラマ シークレットアイドルハンナ・モンタナで主人公マイリー・スチュワート役を獲得。ドラマの大ヒットにより一役ティーン・アイドルとなる。また、ビリー・レイ・サイラスが父親役で共演している。初回放送は500万人以上が視聴していた。ハンナ・モンタナから出た第一弾のアルバムは全米チャートで TV サントラとしては史上初となる初登場で1位を獲得した。 第2弾は20曲収録されており、10曲はハンナ・モンタナ名義、もう10曲は彼女名義でリリースされた。これも1位を獲得し、2枚は1年以内にリリースされたので、当時14歳だった彼女は1年以内に2枚のアルバムで1位を獲得した年少の人間になった。ドラマはシーズン4まで放送され、映画版も含めてサウンドトラックは5枚制作され、 そのうちの3枚が全米のビルボード200で1位を獲得した。また、2006年から2008年にディズニーチャンネルで活躍中のスターたちによる夢の共演番組ディズニーチャンネルゲームズで小山田誠と共演している。新人アイドルでありながらコンサートチケットが入手困難という状況が続くなど現代アメリカ合衆国のトップアイドルの一人となった。 2008年に発売したは全世界で200万枚を突破するヒット。2曲以外は全て自身で作曲した。ハンナ・モンタナのコンサートツアーの模様とその舞台裏を 3D 映画化したハンナ・モンタナ・ザ・コンサート 3D が31億ドルの興行収入を記録し、2009年のドラマの映画版ハンナ・モンタナ・ザ・ムービーを公開。共に 全米工業成績第1位のヒットとなる。アカデミー賞やグラミー賞などの舞台でプレゼンターを務めた。マイリー・サイラス名義で初のアルバムブレイクアウトは日本でもオリコン初登場10位、洋楽チャート1位を獲得。16歳の誕生日にディズニー側がマイリーのために3億円でディズニーランドを貸し切りバースデーパーティーを開いた。マイリーは 収益金を寄付するなど、そこでチャリティなどにも積極的に参加した。2009年3月に16歳にして、自伝本を発表。著書,書内では成功までの道のり、父親が一発屋であることからのクラスメイトによるいじめ、過去の恋愛、喫煙は壊れたギターを弾くことだと思うということなどを告白している。また、この本で自分が不正脈であるということを告白した。 契約金は10億円であった。マイリーへのいじめはトイレに閉じ込められるなど本人にとって悩みの種であった。第44代アメリカ合衆国大統領バラク・オバマの就任を祝ったイベント We Are the Future に参加。オバマの二人の娘は共にマイリーの大ファン。2009年のミニアルバム Time of Our Lives のシングル Party in the USA が 大ヒットし、ビルボードホット100で2位を獲得した。この歌はヒットから何年も経っても愛されていて、彼女を象徴する歌の一つになっている。2年ぶりのツアー、ワンダーワールドツアーは、マイケル・ジャクソン、マドンナも公演を行った、ロンドンのレーニアリーナでは、16,196人を動員し、ボンジョビが持つ最高動員記録を塗り替え、世界のトップに立つ。 2010年に大ヒット映画セックスザシティニに本人役で亀尾出演を果たす。6月23日にサードアルバムキャントビーテームド私革命をリリース。今までにない大人っぽいイメージを前面に出し話題となった。2013年ソニーミュージック参加の RCA レコーズに遺跡後初のシングルレキングボールをリリース。彼女はこの メガボルトの中で裸でボールの上にまたがるなどし今までの彼女のイメージを塗り替えた。これは6日間で4つ目の視聴回数1億回を突破するという歴代最速の異業を成し遂げた。2013年8月25日、現地時間に開催された MTV ビデオミュージックアウォーズに出演した際、ステージ上で衣装を脱いで下着姿になり、 デュエット相手のロビンシックに抱きついたり、突き出した尻をシックの股間に当てがうなどのパフォーマンスを披露。大きな反響を呼んだ。2014年6月14日に行われた MTV ベマジ2014でノミネートされていた We Can't Stop がベストフィーメールビデオ賞を受賞。国内のアワードで受賞するのはこれが初めて。会場で流れたファン向けの映像で。 会場には来れなかったけれど来年日本に行こうと思うの。みんなありがとう。と述べる。2013年10月、通算4枚目となるアルバム、バンガース、バンガーズが日本を含む世界70カ国の iTunes、トップアルバムチャートで1位を獲得。幼少時、常に笑顔が絶えないことから父親にスマイリーと呼ばれるようになり、後に S が取れ、 マイリーが愛称となる。出生名はデスティニーホープサイラスだったが、ステージネームもマイリー・サイラスとして活動するようになった。そして2008年、本名をマイリー・レイ・サイラスに改名。これは祖父への尊敬を込めて付けられた名前であり、みんな私をマイリーやマイリー・レイと呼ぶんです。運転免許を取ることにしたし、いくつも違う名前があるとごちゃごちゃしちゃうから、 本名もマイリーレイに変えることにしました。と彼女は語っている。また、マイリーは、シークレットアイドルハンナモンタナで、マイリー・スチュワート役を演じているが、元の役名は、クロエ・スチュワートだった。だが、クロエの役柄が、当時のマイリーとそっくりで、名前もいろいろあると面倒になることから、マイリー・スチュワートとなった。10代前半の時に彼女はクラスメイトよりも背が低く、痩せており、 自分よりも大柄な生徒たちから学校でいじめを受けており、トイレに閉じ込められたり、父親のことを一発屋であるとからかわれたりした。明るく、カラッとした性格で、そのはっちゃけぶりから常にゴシップ死を賑わせている。ハスキーボイスも特徴的。彼女と同じく全米で大人気のバンド、ジョナスブラザーズのニック・ジョナスと交際していたことが知られている。 デートした初日に恋人になって、ニックとは互いに愛し合っていたわ。別れた時はひどく落ち込んだし、別れてから1ヶ月間は喚き続けたと、ベーシ、セブンティーンに語っている。また、ニックと別れた昇進から髪を黒く染めたことについては、ニックが可愛い、思うすべてのことに反抗したかったの、と語っていて、全米チャートでトップ10入りしたヒットシングルでは、 ニックのことを歌っていると話題を呼んだ。なおニックは彼女と別れた後、ハンナ・モンタナにも出演していたディズニーチャンネルスターのセレーナ・ゴメスとの交際が噂になり、一部では彼女とセレーナの不仲説が報道されている。この件に関しては彼女もセレーナも共に否定した。2009年に彼女はニックは今でも大親友だと発言している。2010年9月16日、 親友のデミ・ロバートやニックの兄で、デミの元彼の譲渡に、ニックの18歳の誕生日会にも出席し、ボーリングを楽しむ姿も。2012年に、ニック・ジョナスが、ウェディング・ベルズという曲をコンサートで披露する。その内容は、明らかに、マイリーのことについて書いてあり、君以外の女の子は愛せないといったものであった。マイリーはこれを認めており、ニックも否定していない。 ハンナ・モンタナで共演しているエミリー・オスメントや、同じく、ディズニー・チャンネルから大ヒットした、ドラマ、ハイスクール・ミュージカルのバネッサ・ハジェンズ、アシュレー・ティス・デル、カシュ・テーラー、スウィフトなどと仲が良かった頃は、一緒に買い物をしたり、サイクリングをしている姿がよくパパラッチされている。また、デミ・ロバートとも一緒に食事に行くなどしていて、仲が良かったが、ディズニースターから離れると、交友もなくなった。 だが、エミリーをオスメントとは初めはあまり仲が良くなく、ちょっとしたライバル心を抱いていた、と、マイリーは、自身の自伝で書いていた。エミリー、デミ、アシュレイ、テイラー、は、彼女の誕生日パーティーにも出席している。マイリーの主演映画、LOL、ラフティングアウトラウド、ラフティングアウトラウドで共演した、ジョーの彼女のアシュレイ・グリーンとも仲良しに。 世界で一番ホットだとマイリーがユーザックエフロントも仲が良い。オジー・オズボーンの娘のケディ・オズボーンと仲が良く、マイリーとケディはお互いにツイッター上でツーショット写真をアップしている。マイリーはツイッター中毒と言われるほどツイッターを頻繁に利用しており、レディ・ガガ、ブリトニー・スピアーズ、ケイティ・ペリー、マイケル・ジャクソンの娘のパリス・ジャクソンなどといった有名人とツイッター上で よく、チャットをしている。ハローキティが大好きで、愛車のトヨタプリウス、16歳の誕生日プレゼントにも、ハローキティのマットレスを敷いている。ハローキティが大好き。日本には最高に大きくて楽しいストアがあって言うし、私コレクションしてるから、そこに行きたい。と語った。2008年の誕生日は、カリフォルニアのディズニーランドを借り切って、パーティーを開いた。 三時間借り切り、およそ三億円の誕生日会となった。セレーナやニックは招待されなかった。2009年10月、翌年公開予定の映画、ラストソングで共演し交際し始めたリアム・ヘムズワースが彼女にツイッターアカウントを持っていないから、ツイッターを止めてほしいと頼み、彼女はツイッターアカウントを停止した。その後、YouTube に自らラップで弁明をした動画を上げて、 話題になった。2010年4月に11月23日、私の誕生日に結婚しようと思うの。パパもママも反対なんだけど、説得しているの、と話した。6月には、破局騒動が流れたが、別れてなんていないと、マイリーが自身のマイスペースで発表し、その後もリアムとデートしていることから噂は消えた。しかし2010年8月にリアムの代理人より、 正式な破局が発表された。理由は、マイリーが恋愛より仕事を優先させたから。しかし、その後復縁が報道され。2009年、ペットのホワイトスイスシ,シェパードドッグを飼い、メーツ、メイトと名付ける。メーツ、メイトとは、オーストラリア独特の表現で、友達や相棒という意味。交際中のオーストラリア出身俳優。 ディアム・ヘムスワースの影響であると考えられている。2010年、ホーブズ氏によるザ・セレブリティ100、最もお金持ちでパワフルなセレブランキングの25歳以下の部において第2位を獲得した、1位を獲得したのはレディ・ガガ。総合では第13位を獲得した。初の一人暮らしに選んだのは3億円の豪邸だったが、 実家との距離はわずか十数メートルであった。2012年半ばまでニックと破局した直後を除いてずっと栗色のスーパーロングヘアでティーンの憧れるヘアスタイルのトップであった。彼女のトレードマークでもあったが髪をブロンドにし肩までの長さにする。その後すぐにブロンドの髪を白みがかった色にしショートヘアにした。このヘアチェンジは話題となりテレビ番組で パロディにされたり、以前、ブリトニーが、坊主にしたように、頭がおかしくなってしまったのではないかと囁かれたが、本人は、ただ髪型を変えたかっただけよと語っている。11月中旬には、さらに髪を短くし、ベリーショートになっている。2012年5月31日に、リアム・ヘムズワースからプロポーズされ、婚約するが、2013年9月に、 婚約解消したことを正式に発表し、認めた。その後、シュワちゃんでおなじみ、アーノルド・シュワルツェネッカーの息子、パトリック・シュワルツェネッカーと交際。しかし、破局。2016年現在、元婚約者リアムと復縁し、再び婚約。マイリーのファンの総称は、スマイラー。自身のニックネームがスマイラーだったため、2013年の、米人気男性雑誌マキシムで、 最もホットな女性100人の1位に選ばれる。マキシム側が公式発表する前に、事前に知らせを聞いたマイリーは嬉しすぎて、パニックになり、ツイッターで自身が選ばれたことをバラしてしまうという、ちょっとしたハプニングが起こる。マイリーは、以前から、歌手のテイラー・スウィフトと、同じディズニーチャンネルスターのセレーナ・ゴメスの一部の、幼稚なファンから、嫌がらせを受けていたが、我慢の限界に達し、 ツイッターでアカウント名にセレーナとかテーラーって名前が入っている人たちは私に何か悪いことが起きるのを期待しているんです。特に死ねとか。スマイラーはそんなことをしないでください。自分の嫌いなアーティストのことを悪く言うよりもお気に入りのアーティストを一生懸命応援してあげた方があなたたちが好きなアーティストたちは喜ぶと思います。スマイラーは決して 他のアーティストをけなすことによって、私を応援していると、勘違いしないで。私には、あなたたちが私の音楽と私自身を、好きでいてくれれば、それだけで誇りに思う。あなたたちはなぜ友達になれないのでしょう。とツイート。だがこれに対し、ほんの一部のセレーナとテイラーファンは、関係のないマイリーの妹のノアの話を、持ち出し、ノアはテイラーに悪口を言ったのよ。マイリー。 あんたは愚痴を言えないはず。と幼稚なコメントをしたため、スマイラーたちは激怒。マイリーは、ノアとは関係ない。それに、マイリーは、テイラーとセレーナを批判する、スマイラーから、テイラーとセレーナを守ったのよ。マイリーの妹が誰かの悪口を言ったら、マイリーは何も言えなくなるわけマイリーのことていることは正論なのに、聞こうともしないのね。などと批判の声が続出。中には、 一生懸命ファンたちの喧嘩を止めようとする、テイラーファンとセレーナファンも現れる。2013年6月、今のショートヘアに飽き、ロングヘアに戻したいと明かす。彼女は、私は密かに毎晩髪を引っ張っているし、ビビスカルを取っているの。嘘じゃないわ。でも、ショートヘアのうちはロックに行くわよと明かす。2015年に、シークレットアイドルファンのモンタナに主演したことが、原因で、 身体集計障害を患ったことを告白。2008年4月、ベンによると、マイリーの2007年度の年収が1800万ドル、日本円で約18億円であることが分かった。ハンナ・モンタナの高額出演料のほか、映画版の収益、アルバムの契約金、関連商品などの売り上げによるものだという。2008年10月25日、カリフォルニアの ディズニーランドを3億円で借り切り、16歳の誕生日パーティーを盛大に開催したが、その際に一般客も招待され、入場チケットを1枚250ドル、日本円で約2万5千円の限定枚数で販売した。このチケットの収益金は寄付したという。2009年の年収は約42億円。2009年12月、米、TMZ によると、 フロリダのパンハンドル地域に180万ドル、日本円で約1億5000万円で休暇用の豪邸を購入したことが分かった。ビーチを見下ろす豪邸には4つのベッドルームにジム、エンターテインメントルームがあり、美しいメキシコ湾の風景を見渡すことができるという。2010年5月、米ニューヨークポストがティーン t v スターのギャラをランキングで発表し、マイリーは ハンナ・モンタナの1話あたりの出演料が1万5千ドル。日本円で約135万円で6位にランインした。専門家は、出演料はエージェントやマネージャーなどへの支払いがあるため、実際に受け取る金額は30から40%でしょう。マイリーの場合は、CD セールスやコンサートの収入が計り知れないと分析している。2010年6月、米。 TMZ によると、一人暮らしのために3億円で購入したロサンゼルスの豪邸に移り住むことが分かった。この豪邸は2009年に購入したもので実家から十数メートルの場所にあり、自分好みにするためにリフォームしていた。豪邸には、ベッドルームが4部屋に、バスルームが5箇所あり、テニスコートとプールもあるという。2010年12月、米経済誌ホーブス氏が、 エンターテインメント業界で最も稼いだ人物のランキングを発表し、4、500万ドル、日本円で約36億9、0円を稼いで19位にランクインした。2007年10月、彼女のメールアドレスがクラッカーによって意図的にクラッキングされ、彼女自身がプライベートで撮影した写真等が流出。その中には下着姿でポーズをとっていたり、 t シャツのままシャワーを浴びているなど、かなりセクシーなものがあり、騒動になった。写真の中には、ニック・ジョナスのネックレスをしているものも発見された。その後、ハッカーの男は逮捕された。この男は、騒動になった際、それらの写真を流出させたのは自分だと周囲に、自慢していい、アドレスをクラッキングする方法なども言いふらしていたという。2007年12月には、 プライベートの疑似レズビアン写真が流出した。これに対して彼女は何も悪いことしていないし、無邪気に写真を撮っていただけ。こんなことで騒がれるのはおかしいとコメントした。2008年1月、自分でパープルの T シャツをめくり上げ、パンティを自ら見せているようにも見えるマイリーや、ビキニ姿、ベッドの上で横たわり乳首がくっきりしているなどのセクシーな写真が流出。 これらは、マイスプイスのページに掲載された。2008年4月、彼女は当時交際中の男子高校生、トーマス・スタージスと、黒いブラジャー姿で戯れている写真や自分から、ブラジャーをちら見せしているなどがマイスプイスから流出し、まだ15歳であるという年齢や、同年代や年下のファンから、絶大な支持を得る、スーパーアイドルであったことから非難された。 この時彼女はネットで流出した写真の自分は不謹慎で不適切だと反省してますとファンらに謝罪した。2010年11月、ゴシップ仕様刑によるとパーティーに出席した時に携帯電話を盗まれてしまい、ヌード写真が流出された。だが、顔は写っていなく、左の肋骨部分に入っているはずのジャストブレスのタトゥーがなかった。したがって、 全くの別人に決まった。他にもヌード写真があるが、顔も髪色も違うということでマイリーではない。2008年6月号のベーシバニティフェアにセミヌードで登場したことが騒動となった。彼女の両親は写真撮影の真中ずっとその撮影現場におり、シーツを抱いてバストトップを隠して背中を見せるいう考えと撮影はアニーリー・ボビッツによるものでインタビューで ブルース・ハンディにポーズを取るとき不安だったか聞かれると、いいえ、だって大きなブランケットをまとっていたから。そしたら可愛く、完璧に自然に見えると思った。本当に芸術的だと思うし、そんな不細工な感じではなかった。アニーには、ノーと言えないわ、彼女はとても可愛いし、子犬のような見た目で頼まれたら、OK って言うしかないわと答えた。この写真。 撮影が15歳、撮影当時という年齢に不相応であり、ティーンたちに悪影響を及ぼすと波紋を呼んだ。彼女は公式に謝罪、後のインタビューで芸術性を求めて撮影に参加したけど、今になって写真を見てカバーストーリーを読むとどうしても困惑してしまうの、と語った。この声明を受けて、米紙ニューヨークポストはマイリーの恥と題して彼女が手で、 バストトップを隠している写真を一面に掲載、同じくニューヨークタイムズは彼女のフランチャイズであるディズニースタジオに悪影響を与えると論じるなど騒動は大きな広がりを見せた。だが現在は悪いことしたなんて思ってないわと F 用語を発しながら断言した。2009年2月3日に彼女がアジア人も含む友人と撮った個人的な写真の中に 目尻を釣り上げた写真が発見されたため、アジア、太平洋系住民の社会的、政治的な福祉の向上を目指しているは、人種差であるとして、彼女を非難し謝罪するよう求めた。彼女は、同妻都内で、変な顔を押してふざけていただけ、誰も侮辱してません。この写真を見て、勘違いされたら悲しいわ。マスコミは私にバッドガールのイメージを植え付けようと、しているのと、 今回の騒動自体メディアの言いがかりであると述べた。これに対しては十分な謝罪ではないと反論した。後日、彼女はグラミー賞翌日の9日に私は差別するつもりはなかったと申し訳なく思っていることを強調したいと前回のコメントが謝罪だったと改めてコメントした。ルーシー・ジェイキムというロサンゼルス在住の女性が高等裁判所に告訴。この女性はアジア、 太平洋出身のロサンゼルス在住市民100万人を代表し、一人当たり4000ドル36万円の損害賠償を求め、概算では3600億円以上だという。アジア系女性コメディアンのマーガレット・チャウも彼女に対する批判の曲を書いて発表するなど、批判は相次いでいるが、二度も謝罪している彼女はこれ、以上言葉で謝罪しても効果がないと判断し、アジアに 友好的という主張をするため、13日に恋人と、ウェイバリー通りのウィザードたちの聖な、ゴメス、キャンプロックのデミ・ロバート、ディズニーのティーンセレブを連れて、ウェストハリウッドの超高級寿司レストラン恋に訪れた。彼女は、お2009年8月10日のティーンチョイスアワードで、パフォーマンスし、そのパフォーマンスのテーマが物議を醸した。パフォーマンスについての批判は、 挑発的なダンスを踊り、アイスクリームの車の上で、ポールダンスを踊り、アメリカ合衆国の文化について馬鹿にしていると思わせるようなそのテーマに集中していい。批判のうちのいくつかは、ブリトニー・スピアーズのマイナスメントの類似点を挙げた。一方でサイラスはそれを歓迎している。他の人は、彼女は6つも、賞を得たにもかかわらず、そのパフォーマンスを実際以上に、 性的なイメージに結びつけ集中批判するべきでないと彼女を擁護した。ウォルトディズニーカンパニーはその事件から距離を置くことに努めている。700万以上のアルバムを売り上げ、自らのファッションブランドを立ち上げ、ハンナモンタナ、ザムービー、2009年で世界の劇場で154万ドルを売り上げたのにもかかわらず、上記のような出来事が立て続けて起こったため、 テイラー・スウィフトの MTV ビデオ・ミュージック・アワーズでのスピーチの場を妨害した3位のカニエ・ウエスト19%と2位のブリトニー・スピアーズ27%に大差をつけた42%で彼女は AOL の JSYK.COM で2009年の最も悪い影響力のある人物に選ばれた YouTube における人気チャンネルリバーデイズのビデオに友情出演は メジャーなプロミュージシャンではなく多くのファンを驚かせた。映画ザラストソングのプロモーションの一環と考えられる。ディズニーアイドルの時代から様々なチャリティーに積極的に参加していて、最近では動物の保護や自身でチャリティー団体 LGBT 支援のハッピーヒッピーへホームレス支援のマイフレンズプレイスを立ち上げた。 チャリティ活動した有名人2012年2位2014年4位2015年2位に選ばれている。マイリーがマーク・ジェイコブスと共同でチャリティ T シャツを制作し販売した募金相手であるプランド・ペアレント・フットはアメリカで中絶手術を行っているプロチョイス、中絶賛成派の体であり、中絶退治の臓器売買スキャンダルなどを起こしプロライフ、 中絶反対派の団体から激しい抗議を受けている。T シャツには、プロチョイス、中絶賛成、と書かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。